谷口海斗に渡る、谷口海斗決まりました。後半の23分まずは1点を返しました。今シーズン3点目。さあホームグルージャ盛岡、4連勝へ向けまずは1点を返しています。安楽から谷口海斗というシーンです。ここで安楽一気に前へ、そして谷口ニアを狙ったシュート、これが見事ネットに突き